解析ソフトで室内温度変化を可視化します。夏の日差し対策は窓の内側でカットするよりも窓の外側でカットするのが効果的。その違いを温度シミュレーションで見てみましょう。エアコンオフの状態で比べると晴れた日の午前中でこれだけ差が出ます。レースカーテンの場合は窓から外の熱がどんどん侵入、部屋全体の壁や床にも熱がこもってしまいます。一方スタイルシェードの場合は窓からの熱の侵入も軽減、室内の温度上昇もぐっと抑えられます。窓の外側で日差しをカットして夏の暑さもすっきり。スタイルシェードならさっと下げるだけで簡単に日差し対策ができます。